2006FIFA フフワールドカップの予選には205の FIFA フフ加盟国の内ジブチ、プエルトリコ、ブータン、ブルネー、カンボジア、フィリピン、コモロ、ミャンマーを除く197の国、地域がエントリーし、その後グアム、ネパール、中央アフリカが危険し194の国、地域が参加した。一時予選の組み合わせ抽選は2003年12月5日にドイツのフランクフルトで行われ、 2004年1月から各地で一時予選が始まり2005年11月に出場32カ国が出揃った前回大会までは大会開催国及び前回大会優勝国に予選免除の特別出場枠が与えられていたが予選免除に伴うデメリットの懸念や予選枠拡大を理由として本大会からは前回大会優勝国の予選免除出場枠が 廃止となった。このため、前回大会優勝国ブラジルも予選から参加することとなった。また、今大会の予選で勝ち点が並んだ場合は、得失点差ではなく、当該チームの直接対決で上回った方が上位になることになった。これが適用されたのが、アフリカ予選グループ4で、アンゴラとナイジェリアが勝ち点が並び、得失点差は、ナイジェリアの方が上回っていたが、 直接対決がアンゴラの1勝1分だったため、アンゴラが本大会出場権を獲得した。当初は36チームへの拡大も検討されたが、財政や健康面の問題などで頓挫した。また、当初あったオセアニアへの1枠も返上された。詳細は、2006FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選を参照 UEFA 出場枠、13、ドイツ51の国及び地域が参加。 各組に分かれ、ホームアウェイ方式のふさわたりリーグ戦で争う。各組の1位及び2位のうち勝ち点の多い2チームが本大会に出場。なお7チームの組では最下位チームとの対戦成績は考慮されず、最下位チームを除いた残り5チームとの対戦成績で計算される。各組の2位のうち残りの6チームは、ホームアウェイ方式のプレーオフに回り、勝った国が本大会に出場。 グループ1、オランダグループ2、ウクライナグループ3、ポルトガルグループ4、フランスグループ5、イタリアグループ6、イングランドグループ7、セルビアモンテネグログループ8、クロアチアワイルドカードスウェーデン、ポーランドプレイオフチェコ、スペイン、スイス詳細は、2006 FIFA ワールドカップ、南米予選を参照コンメボル出場枠、4.5、組み合わせ抽選より、 前の2003年9月6日から開幕。10カ国が参加。ホームアウェイ方式のふさあたりリーグ戦で争われ、上位4カ国が本大会に出場。予選5位は、オセアニア予選の勝者とプレイオフを行い、勝った場合にのみ本大会に出場。1位ブラジル2位アルゼンチン3位エクアドル4位。パラグアイ5位ウルグアイ詳細は、2006フィーファワールドカップ、北。 中米カリブ海予選を参照コンカカーフ出場枠3 5一次予選は参加した34の国と地域のうち20チームが10組に分かれ対戦勝者10チームと残り14チームの計24チームが12組に分かれて対戦し勝者12チームが2次予選進出2次予選は一次予選を勝ち上がった12チームが3組に 分かれ一回ふさあたりリーグ戦で争われ、各組上位2チームの、計6チームが、最終予選に進出。最終予選は、2次予選を勝ち上がった6チームが、ホームアウェイ方式のふさあたりリーグ戦で争い、上位3チームが、本大会出場。最終予選4位は、アジア予選5位とプレイオフを行い、勝った場合にのみ本大会に出場。1位アメリカ2位メキシコ3位コスタリカ4位。 トリニダードとバゴ詳細は2006フィーファワールドカップアフリカ予選を参照シーフ出場枠5一時予選は参加51カ国のうち42カ国が2003年10月から11月にかけてホームアウェー方式で争い勝者が最終予選に進出最終予選は一時予選で勝ち上がった21カ国と免除された9カ国を合わせた30カ国が6 各国ずつ5組に分かれて行い、各組1位が、本大会出場、グループ1、と5グループ2、ガーナグループ3、コートジボワールグループ4、アンゴラグループ5チュニジア詳細は、2006FIFA フフ、ワールドカップ、アジア予選を参照 AFC 出場枠、4.5、予選に参加した39の国と地域のうち、2003年10月22日発表の、 フィファランキング界14の国と地域が2003年11月下旬から12月初旬にかけてホームアウェイ方式の予備予選を行い勝った7チームが一時予選進出一時予選は予備予選で勝ち上がった7チームに加えフィファランキング上位25の国とを加えた32チームが4チームずつの8組に分かれて行い上位1位が最終予選に進出最終予選は 一時予選で勝ち上がった8チームが4、チームずつの A 組、B 組の2組に分かれて行い、両組2位までが本大会に出場。最終予選両組の3位は、ホームアウェー方式の合位決定戦を行う。勝者は、北、中米カリブ海、予選4位とプレイオフを行い、勝った場合にのみ本大会に出場。グループ A から1位、サウジアラビア、2位、韓国グループ B から1位、 日本2位イラングループ B3 位、e、バーレーン詳細は 2006FIFA フフワールドカップオセアニア予選を参照 OFC 出場枠0.51次予選はオーストラリアとニュージーランドを除く10の国と地域が5チームずつの2組に分かれて行い各組上位2チームが2次予選に進出2次予選は1次予選を勝ち上がった4チームにオーストラリアとニュージーランドを加えて行い 上位2チームがオセアニア首位決定戦に進出。オセアニア首位決定戦はホームアウェイ方式で争う。勝者は南米予選5位とプレイオフを行い、勝った場合にのみ本大会に出場。1位オーストラリア大陸間プレイオフはホームアウェイ方式で行い、勝ち点の多いチームが本大会へ出場する。勝ち点が同数の場合総得点で、 総得点も、同数の場合アウェイゴールの数で決める。チーム 1V、チーム2、チーム 1V、チーム2オーストラリアが、出場権を獲得。チーム 1V、チーム2、チーム 1V、チーム2トリニダードトバゴが、出場権を獲得。2006FIFA ワールドカップの出場チーム1934年から1990年の、チェコスロバキア時代も含む。 AAB1934 年から1990年の西ドイツ時代も含む、1930年から1998年のユーゴスラビア時代も含む、ありがとうございます。